おい、純が禁煙失敗した。じゃあ先に言っとくわ。知ってた。だから進めようぜ。別に、それはそれ。これはこれで進めようぜ。なんでお前そんなあれなの？あのさ、クラスのさ、小学校4年生の時にさ、キモいよ。あの女みたいにさ、ねえねえ、何々ちゃんが何々してたらしいよって。本当にね、卒業しよう、早く。そのレベルから。うん、早く。うん。ちょっと一回コメントが出ちゃった。固まっちゃった。いや、さすがでもやっぱトピックスになりますね、やっぱりね。俺もさっきツイッター見たら、なんか上がってんなと思ったけど、さすがですね。魑魅魍魎たちをここまで、思考を左右させるという、やっぱりその、ビッグ配信者が禁煙に失敗したという事実は、やはり様々なところで多分言われるんでしょうね。おい班長、ジュンが禁煙失敗したぞ。おい鬼や、ジュンが禁煙失敗したぞ。おい、ゆうたくん、ジュンが禁煙、多分どうなるんだろうな、きっとおそらくな。多分おそらくもう、それは多分止まらないんだろうな、きっとおそらくな。もうなんかすげえあれだわ。え、あの動画嘘で実は吸ってないのみたいな。終わりだよ、もう。さあ行きましょう。あれなんだけど、なんかちょっとずつストーリーが理解し始めて、なんか GTA おもろいな、これスルメだな。俺初めマジで誰が誰で誰が誰って ちゃんと区別できるなってきたわ。俺ダソークに相談したんだよ。俺ほんとギフテッドって視聴者にいじめられ始めて、なんかストーリーが理解できないのか、 GTA なんかストーリーよくわかんないんですけど、そんじゃん GTA っていうのは世界で一番売れたゲームなんだよって、その言葉が全てだった。じゃあ打足さん、あなたも僕のことをそう言うんすねっつって。でまあ俺はやっぱりそう思うよ、うん、